サイクルスピードウェイは短距離のトラックを周回する自転車競技の一種目で主にイギリスで行われているフラットトラックレースワールドチャンピオンシップも開催されている1920年代頃のイギリス国内で発症したものとされ瓦礫を除去した土地にトラックを作って自転車レースが行われるようになりやがてオートバイのスピードウェイにおけるルールが取り入れられ自然に発展していく 1945年のロンドンでは爆撃された跡地でレースが行われるようになり東ロンドンだけでも1950年までに200ものサイクルスピードウェイのクラブが立ち上げられイギリス全土へと普及していったやがて曖昧なルールを統一するためナショナルアマチュアサイクルスピードウェイアソシエーションが1950年に設立され国内選手権や国際トーナメントが 開催されるようになり、この頃には1万人の監修を集めたこともあった。だが戦争による瓦礫の跡地そのものが整理された上、徴兵制度の影響もあり、競技人口が減少したため、運営意欲を失った多くのクラブが閉鎖されていった。しかし1958年に、オランダスウェーデン・ポーランドの愛好家が、再び競技の復活のために動き、世界選手権として、 トーナメントの開催に動いた。その後は運営団体の内紛による分裂があったが、1971年にブリティッシュサイクルスピードウェイカウンシルの設立により統一された。現在はイギリスの自転車競技団体であるブリティッシュサイクリングが主体となってサイクルスピードウェイを運営しており、イギリス国内の参加選手は団体へ登録することが必要になるが、 その代わり競争時の事故に対応する保険が受けられる。国際サイクルスピードウェイ連盟も結成されており、イギリスのイングランドスコットランドウェールズや、ポーランド、オーストラリア、オランダ、アメリカ合衆国が加わっている。イギリスの他には、スウェーデン、ウクライナ、ロシアなどでレースが行われており、オーストリア、ドイツ、マルタなどの周辺諸国からも選手が参戦している。アイルランドは、 国際的に高い水準のレースが行われている。サイクルスピードウェイ向けのトラックの一例屋外のダートに周回長が70メートルから90メートルで4人が横に並べる程度の直線幅を持つダートトラックを設置して行う。なおクラブの中にはカーブにある程度の緩いカントをつけて整地した専用のダートオーバルトラックを造成しているところもある。 スタート地点はテープを貼ったバリア式ゲートが設置されており、掛け声の後にテープが上げられ、スタートとなる。体育館などの屋内施設でもレースが行われているが、平面を走ることから屋外より速いスピードのレースとなる。屋内でのトラックは、インフィールド部分が施設の広さに合わせて、レイアウトが変更され、一本線に近いものとなったり、 ダウンする両端の位置にマークが設置されるだけということもある。なおスタートは直線手前の別エリア上に設置される。レースは通常4人により行われ、半時計回りにトラックを周回する。内側のラインと外側のラインの間を走行し、最初にゴール線へ到達した選手が一着となる。周回数は4周だがクラスによっては異なる。サイクルスピードウェイでは、 日本の競輪同様にフィジカルコンタクトが許容されており多くの場面で必要とされるため選手はヘルメットと膝、肘、全部にプロテクターを装備して走っている。レース中にコーナーへ折り重なって突入する時や直線で他の選手と並走した時には体当たりで自分の振動を確保したり相手のスピードを弱めたりしている。なお、 落ち車や自転車の故障などが発生した場合に審判が必要と判断した場合にはホイッスルを合図に競技がストップされレースは再スタートとなるただしストップ中の審議においてアクシデントの要因を作った際にルールに抵触したと判定された選手は失格となり再スタートから除外される個人戦の他にもペア戦とクラブによるチーム戦が行われペア戦とチーム戦では チームの2名ずつ4人が同時に競争を行い対決するのが基本で、複数チームの1名ずつが4人で同時に競争を行う対抗戦もある。1日に16から20ヒートが行われ、ヒートごとに選手の着順からポイントを加算し、その日の総ポイント獲得数の合計で勝敗を決定させる。なお一つのヒートでの成績により、以下のポイントが与えられる。 特に1ヒート2チームで行われるペア戦や2クラブだけで全ヒート争い続けるチーム戦ではできるだけヘポイントを得るためにスタートからチーム選手同士で連携し後方の敵チーム選手を前に出させないための激しい牽制がゴールまで続けられるトップクラスの選手は専用の自転車を製作してレースに臨んでおり車体は BMX やトラックバイクに似た シングルスピードのフレームで肉厚が太く丈夫なスチールまたはアルミを素材として使用している。なお初心者はマウンテンバイクのフレームを流用することが多い。ハンドルは幅の広いアップハンドルのグリップを直線的に後方へ向けた独特なプロムナードハンドルが装着される。ハンドルバーステムは 22.2mm のハンドルバーが装着可能なステムが使用される。 パイプの直径は 22.2mm で統一されている。ステムはハンドルクランプ計 22.2mm、コラムクランプ計1から1、8インチのヘッドステム。素材はすべてアルミ。チェーンはシングルスピード、固定ギア用の1、2、1、8サイズを使用する。警戒車用の安価なチェーンが使用できるが、カラーチェーンや激しいライディングでのダメージを考慮した。 高強度チェーンも多く出ている。スプロケットは前後とも1枚のみでダッシュの効く軽いギア比になるよう選手が選択して装着する。なお後輪はフリーホイールの上車体にブレーキは装備されておらず、止まるための装備は全くされていない。お、英国規格が用いられる。タイヤは26インチでダートに対応させるため、ブロックタイプのものが装着される。 26X138 が標準でよく使用される。MTB 用の 26X1.75 なども使用される。26X118 が人気があり移行しつつある。タイヤのサイズは26型のものが多数を占める。チューブバルブには A 式バルブのものが使われている。一部に一回り小さい26インチ、26HE を採用した。 ものがある。また、新たな規格である650バイトが現れ、市販レベルでも従来の26インチ、26HE から650バイトへ移行しつつある、傾向が見られる。タイヤの太さは1.5から2.3程度。すべてクリンチャータイヤであり、チューブには強度のある、ベーシキバルブを採用する。土のコースを走るサイクルスピードウェイでは通常は、 オフロード用のブロックタイヤを用いる。世界的なトッププロの選手は2 8ト、mm、ルから3 4ト、mm、ルまでの様々な太さのタイヤを常備しているという。ロードスター型自転車のタイヤ規格に代わって、マウンテンバイクの規格が普及しつつあり、マウンテンバイクの車体自体も浸透しつつある。ロード同様におも増えてきているが、空気圧を下げると、 リム打ちパンクするのと重量面のメリットからレース用機材はチューブラータイヤが主流である。なおカーブでは左足を地面に伸ばし場合によっては路面に足をすりつけることにより車体を安定させて通過する双方が取られるがオートバイのスピードウェイとは異なり後輪タイヤをスライドさせてはいない。現在のイギリスでは参加しやすい自転車レースとして定着しており結成されている。 クラブ数は40を数える。サイクルスピードウェイを経験した自転車競技選手の中には多種目で活躍する者も,もおり、最も有名なのがオリンピック金メダリストのブレッドエイト県で欧州選手権金メダリストのジェシカ・バーニッシュも父親からの影響によりこの競技を経験している。またレイ・ウィルソンのようにオートバイのスピードウェイに転向して活躍する者も,もいる。ありがとうございます。